れちゃった。さ最強の、はあ、海王神様が勝てんだ。だって手にしたものは世界一の力を。もへへ、違いますよだ。あれ、なんだ。わしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだな、これが。15代前の海王神。昔、わしの恐ろしい能力にビビった強くて悪いやつに、あの剣に封じ込められてたんだな、これが。本当にそんなすげえ能力。え、まあ。へーんだ。だったらもう能力のことは教えてやらないよ。え？冗談だってば。せーん、もう知らんもんね。そのうち本物の女のおっぱいや尻触らしてやっからさ。ほんとか。ほん、あ、バッチリさ。やっぱ亀仙人のじっちゃんと。そんでさ、その能力なら魔人ブーに。まあ絶対とは言えんがよ。よしごはん、ほらもう下界には行けねえからさ。え、ぼ尻やおっぱい触らせるだけで宇宙は救えても。そんでその能力って。わしゃよ、隠された力をよ、限界以上に聞いたことあるか。なんだよ。何を言うか。おい、あの剣を抜いたのは。ちょっと来い。よし、そこでは行くぞ。魔人ブーを。ふん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 。それってどれぐらいか。儀式に5時間、パワーアップに20時間だ。え、お、おら、ちょっと、そんな。修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。ではそろそろできるか試して。よし、2人は、はい、いいぞ。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高びなやつだけど大丈夫か。たった1日余りの魔人ブーの攻撃で、この地球の人々、ブーは人々を粘土に変えて自らの家を作り、この間地球側もただ黙って見ていたわけで、やはり全く歯が立たず。だが残された人々は救世主がまだ生き残った。あのセルをも圧倒した世界一。そう、腐敗神話を誇るミスター・サタンが。
れが魔人ブーの家か。いるのかな、魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけついたか、魔人ブー。しょうがないな、いないんじゃな、戦えないもんな。帰るしかないか。カカ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 、ヤッホー。こんにちは。はじめまして。お前、どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前、俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキドキ。食べたぞ、バカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え？人間のチョコよりうまいぞ。そうっすか。お前、面白いやつだな。家来にしてやる。え？どうもありがとうございます。いい気になるなよ、このデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですか、その犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。ああ、言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。なんだこいつ、逃げない、怪我治ったのに。そいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ。お前も俺が好き。え？そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ。
お前はやっちゃいけないと思うか？まあ。じゃあやめた。え？もう誰も殺さないの？うん。どこも壊さない？うん。やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだ、びくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスターサタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。ふん、そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。クソ、ブーは外したか。助かった。サンキュー。ギギギギ。え？どうかしたんですか？逃げろ。犬と遠くに死ぬぞ。え？死ぬ？どういうことですか？早くしろ。はい。何なんだ。魔人ブーの強い怒りによって内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時、力の大半を悪の方に持っていかれたからである。ああ。チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。
あれ まだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロ…なんてことだ。おい、どうした。気づかんか、魔人ブーの機能。やつは変化してしまったぞ。純粋な悪となり、体もよりす…しまった。今度の魔人ブーは俺たちの木を見つ…出せ。え、出せ。出せ。一体何を出せというの。俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。おお、確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えたな。起こせ。くそ、いや、ドラゴンボールで必ず生き返らせる。すまんが時間。そうだ、お前はまだ地球上には随分生き残っているぞ。ただ、さあ戦うぞ。戦うやつ。わかった。だが今はその選手は寝ている。嫌だ。ミスターサタンの子供も待ってほしいと言っているぞ。え、本当だ。サタンとに。よし、待ってやる。トランクスと御殿を叩き起こして、精神と時の部屋へ連れて。わずかな時間でも、あそこなら数日分は修行できる。ああ。御殿たちが修行するため、わずかなやむなくピッコロは御殿たちが密か。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中である1週間は信用できたはずだ。じゃ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 ー、待っていたぜ魔人ブー。ん、あれか。そうだ、頼む、奇跡を。行くぞ。オッケー、ビュー。後でもスーパーサイヤ人になれるのか。もう俺攻撃していいか。もう終わりに
丈夫なのか？それとも他にも大技が？クックック、あるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。あ、ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ。この世の終わりだよ。貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。お、俺の好きなお菓子は？ここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ、バカバカバカ。二度と戻せるか、バカ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 。そんなの嫌だ。あれ、ピッコロさん、あれは？そんな信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。しょうがねえな。あれ使うか。なんだというのだ。ヒッヒッヒ、なんだと思う？じゃじゃーん。おい、何を？イエーイ。お前、それどうなっているんだ？どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ほらほらほら、魔人ブー、
俺たちも出てきてやったぜ。あれ、お前ちょっと変わったか。バーカ、ちょっとどころの騒ぎじゃないぜ。すっごいすっごいすっごい強くなってしまったのだ。貴様、ここにいた連中をどうした。へへ、ここだ。お、食べちまったのか。チョコにしてな。完全に怒った。とどめを刺してやるぜ。体力的にどうかし。ギッヒッヒッヒ、今度はもう元には戻れないぞ。バラバラになったのを